皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、物事のある側面だけを見ているとというテーマでお届けいたします。あらゆる商品にはメリットとデメリットがあります。メリットとは、その商品を購入することで得られる効果。そしてデメリットとは、その商品を購入することで損なわれるものやマイナスものを指します。例えばスポーツカーを考えてみましょう。スポーツカーを購入するメリットは、かっこいい外観とスピードが楽しめるということでしょうか。その他にも優越感も味わえるでしょう。ですが、その反面、燃費が悪い、そして注目を浴びるなどのデメリットが考えられます。スポーツカーを乗っているだけで派手な人物と思われてしまうこともあるでしょう。このようにあらゆる商品やサービスにはメリットとデメリットが必ずあります。さて、営業の世界で使われるテクニックで両面提示と呼ばれるものがあります。これは販売している商品のメリットだけでなく、デメリットも正直に話すということです。メリットばかり伝えたいのでは、売り手の都合の良い話になってしまいます。お客様はどこかで、疑心暗鬼を生じます。そこでこのような気持ちを払拭するためにも、デメリットも話すということです。お客様はメリットだけでなく、デメリットも聞いたことにより、この商品や営業マンに対する信頼度がぐんと跳ね上がります。信頼度が上がれば購入する確率も高くなるということになります。今日の本物の商売を目指すポイントです。では実際の営業現場はどうでしょうか。やはり自社商品のメリットばかりを話す人が圧倒的に多いようです。ある調査によれば、人間には2種類あるそうです。メリットばかりを話された方が信用する人と、メリットとデメリットの両方を話された方が信用する人がいます。一説によると、これには学歴が関係しており、高学歴の人ほどメリットとデメリットを話した方が信用度が高くなるそうです。このように考えていくと、ネットショップではすっかりお馴染みになったお客様の声も、いい声ばかりでは信用度が低いと言えます。どんなに優秀なネットショップでも、お客様全員が手放しで喜ぶということはありません。一部のお客様は必ず不満を抱いています。ですから、お客様の声もショップ側に都合の良い声ばかりではなく、ショップ側に都合の悪い声も載せるべきです。Amazon は別として、それ以外のネットショップは、おおむねいい声ばかりが載っています。当然、ショップに都合の悪い声も届いているのでしょうが、それは作為的に載せないようにしているとしか思えません。むしろ今の時代は、悪い声も正直に載せた方がお客様の信頼を得ることができます。そしてポイントは、悪い声に対してはその対応としてスタッフのコメントを載せることで、さらに信用度が増します。人間は物事のある側面だけを見て、好き嫌いや善悪を判断してしまう傾向にあります。例えば人気ゲームポケモン GO のプレイ中に事故に遭うケースが起きています。それを見てあまり良い印象を持っていない人の方が多いと思われます。私もそうです。ある本にこんなことが書いてありました。ポケモン GO を世界で一番初めに制覇した外国人青年の話です。その外国人男性は、ポケモンは僕にとって日本の文化の玄関口でした。ポケモンを通じて日本の様々なコンテンツに興味を持つようになったとインタビューで語ったそうです。これは日本人ではわからないことなのかもしれません。そして同じものでもそれを扱う人によって良い面が引き出されたり、悪い面が引き出されたりします。結局はそれを扱う人の問題です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。